頭ん中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。その程度か、孫悟空。やるな、さすがピッコロだ。オラもちょっと体はなまっちまったかな。やっぱ強えな、ピッコロ。そうやって余裕を見せているつもりか。余裕なんてねえさん、おめえと戦うんがワクワクするだけだ。ふん、減らずうちを。全力で来い。探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。ご飯と一緒に行かねえとな。
父に怒られちまうから寄り道しねえで早く切らねえとな。よそに行ってる場合じゃねえか。父に怒られちまうから寄り道しねえで早く切らねえとな。ご飯と一緒に行かねえとな。もうすぐだから頑張りご飯。ご飯と一緒に行かねえとな。ん？どうしたご飯？僕疲れちゃった。なんだしょうがねえな。うわーい言ったうわーい高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。おめえ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ててやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういやおめえ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。じゃあオラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。よし、ここでもどうやって。尻尾でフルマっちゅうやつに、じゃあ早速釣りやって。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よし。もんで、やったねやった。ああこれならきっと食い物の材料は、僕もちょっと、あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。さて魚焼くかな。おお、くったくった。やっぱ僕食べ過ぎちゃったかも。たくさん食わねえと父ちゃん。楽しかったねお父さん。はあ、ご飯も手伝ってくれたしの。うん、楽しみにして。おめえも来てたら強く。そういえばお父さんが釣りをしてた時に。サンキューご飯。